クジュラカドヒセスは、大月市の諸公である、紀草サカリで、クシャーナ朝の初代君主。中国史書では、岡おさむ客と記されるほか、カドヒセス一世と呼ばれる場合もある。クジュラカドヒセスの出自については、全くわかっていない。彼に言及する、最も古い記録は、タフティバーイー名文の中に、カパという名で記録されているものであるが、これが、 クジュラカドヒセスを刺すかどうか断言はできない。カッパは同盟文の中で王子と呼ばれており、仮にクジュラカドヒセス一世であるとすれば即位前の記録であるかもしれない。五感所再意伝によれば、起草盛り校である岡治客は他の4球校を攻め滅ぼし、起草をと名乗ったという。クジュラカドヒセスの政治的活動として知られているものは、 彼がカーブルを中心とした地方を支配していたギリシア人の王、ヘルマイオスと同盟を結び、その共同統治者となっていたことである。このことはクジュラカドフィセスとヘルマイオスが共同で発行したコインによってわかる。やがてクジュラカドフィセスはヘルマイオスの像をコインから除き、自分のものと取り替えた。これはヘルマイオスをクジュラカドフィセスが廃したか、他の敵に、 ヘルマエウスが破れた化したためと言われ、ヘルマエウスが支配していた領域は、クジュラカドヒセスの支配するところとなった。若干の学者はこの間の事情を、五感書では、丘おさむ客が交付を略取したと表現しているので、あると主張している。この他にもバクトリア周辺には、グレコバクトリア王国の残存勢力と、オボ式若干のギリシア人小王国が残っていたが、 クジュラカドフィセスはこれらを征服し、中央アジアにおけるギリシア人勢力に最後のとどめを刺した。ただし、バクトリア地方から彼のコインがほとんど発見されていないため、バクトリア地方の大部分はクジュラカドフィセスの支配下には入っていなかったと言われている。また彼は、おそらくゴンドファルネスの死と前後して、インドパルティア王国の支配していたガンダーラ地方へ勢力を拡大した。 一説には、クジュラカドヒセスとゴンドファルネスとは、周辺の支配権をめぐって争っていたとも言う。こうして、クジュラカドヒセスの支配した領域は主に、カブーリスタンとガンダーラであった。これは、未だそれほど広い領域ではないが、彼の後継者たちはこれを足がかりに、中央アジアを支配する大帝国を、形成していくことになる。五感書の記録によれば、 オかおさむ客は80歳以上まで生きた。彼の死後、息子のエンコーチンが後を継いだとあるが、近年アフガニスタンのバグラーン州ラバータクから発見されたカニシカ王の秘文の解読により、クジュラカドヒセスの後継者がビマタクトであることが判明した。ヘルマイオスと共同のコインには、表にギリシャ文字で、シグマラムダ、オームシグマシグマオミクロンシグマシグマ、オミクロン、裏に、 カローシティ文字で、クージュラケイドフェスクシャナヤベガーサダーマサイデッサとある。ありがとうございます。